いや俺も結構昨日何時あったの10時半ぐらい夜のトラブル多かった。最後のあれ持ってきて もう最悪やと。俺仕事すんのやめたもん。いやまあそんなわけで、なんでいつもこの雰囲気違いすぎねんって言ったら、いつもここは全く何もないとこやねんけど、うん、ご覧ください、このお花。これは普段、我ら兄弟の金を来てくださってる美容師さんの奥さんに今回依頼して、このお花バーっていい感じに持ってもらいました。こう特に朝昼、ちょっとこの窓から一回バーって差し込んだ時に、なんかすごいいい感じに見える。そういう、なんかすごいな、こんなスタジオの方がいいかな、うん、いい感じだと思っちゃう。日々ファンシーの時にさ、なんか俺らもこういい感じだ。で、ちょっとこのさ、うん、持ってくれてるところを、タイムラプスに5分置いて、うん、で、撮影して、うん、で、その後、急遽インタビューとかしたんだけど、うん、申し訳ないけど、うん、マイクの一切なんか入ってなかったから、うん、マイク言うな、それもう一つも入ってなかった。声入ってなかったこういう一つもあれ、どういうなんか経緯でやって、この愛さんと鈴木須さんと打ち合わせしてっていう、そういう流れのやつを、あろうことか、マイクのスイッチオープンやってるんですけど、どういうふうに作ってもらうかっていうのを、もう全部、ちょっとエグすぎやろ、それ。もう髪の毛もう切ってくれへんって言われるの。どうも。ない。
lost again, going back around. Dreaming all the time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. この仕上がりたての、あの音を切れたんでもう一回喋ってくださいよ。無理やろ。だから、まだあったら、すみません。謝らせてもらおうと思います。さあ、うん、2回もさ、ちょっと持ってもらうこと、ラストいらっしゃるからさ、お花のいい時期にさ、まだ入れてもらってさ、うん、その時はマイクのスイッチをしっかりオンにして、うん、ダブルチェックやったダブルチェックで、撮らせてもらったということで。この場で、当時、お花できましたので、季節がちょいちょい変えていきますので、ちょいちょいここで撮影することもあろうかと思います。はい、野川さん、最後のご視聴ありがとうございます。ジェントルもよろしくお願いします。いや、やっぱあれ、この今ここやっぱここ辺ちょっと寂しいから、あれじゃん、机欲しいとかだろう。あ、僕も、そうやこのニュアンスに合うの机やったら、この机ボンと置いて、この背景いい感じ撮れんじゃん。なあ、なんか季節でこの辺のオーナメントをつけると思うんだけど、こんなん絶対無理やんな、俺らデザイン。絶対無理、思いつきませんよ。まずこの女性的な感じ出されへんよ。どれも名前知らん、なあ、ここアジサイだけわかるけど、アジサイ、朝顔、朝顔、朝顔それにしか使わないと思う。どんな小学生時代を過ごしてたら、これが朝顔に見えるほら、朝顔、朝顔じゃん、朝顔、朝顔、アジサイ怒られるんですよ自分っていうレベルなんで、この辺のフラワーアレンジっていうか、っていうのはまだ今後いろんなところで、お世話になるかなっていう記憶のものでした。はい、次回はマイクの音をしっかりやりますんで、よろしくお願いします。頼みます。以上。